ボイストレーニング動画第4弾ということでお届けしていきます。どうも水木です。皆さんお元気でしょうかね。今日は4日目なんですけども、私のチャンネル登録者数の何名かの方をこれ見てくださってるのかちょっとよくわからないですけどね、まあやっていこうと思います。胸式呼吸からの腹式、お腹でプレスをコントロールするっていう方法をお伝えしました。で、今はね、まず胸と、お腹ときたので、今度は、背中の使い方、ここの使い方というのをお教えしていこうかなっていうふうに思います。ちょっともしかすると J-POP とかロックとか R&B ヒップホップとか、まあ、そういう音楽に親しんでこられた方からするとえって思うようなお話かもしれないんですけど、これは実際私が、ね、何年もトレーニングをしてきて感じていることですし、まあ、あとは有名な高名なオペラ歌手の方を見てると誰でもやってることです。これはもう断言できますね。はい。で、その背中の使い方というのをやっていきます。はい。よく多分、ね、ミュージックステーションとかで、あまりこう歌の上手くない歌手の方が、こう、やってる歌い方であるのは、こういうやつなんですね。まあ、これはちょっとマイクだとしましょう。マイクだとしたら。ああ、私のなんとかは、なんとかで、こういう、ああ、こういうのね。何がこれが良くないのかっていうと、これです。このおじいちゃん、おじいちゃんみたいな背中で、ああ私わしは年金暮らしで、みんなこういう歌い方をしている人たちがいらっしゃる。おじいちゃんの背中で歌っている方がいる。で、こういう歌い方っていうのは、まあ、もちろんマイクを使った演奏であったりとか、ものすごく少人数で会場規模も小さくて4畳半みたいなところで目の前にお客さんがいるような環境下で歌う、そういうのであれば全然問題ないとは思います。見た目がかっこ悪いとは思うんですけど、ただそれは成り立ちます。ただ声を遠くの方まで明瞭にはっきりとしっかりと届けるっていうことを考えるのであれば、この姿勢は絶対ありえないです。しっかりと立つこと、頭から足のつま先までが一本の鉄の芯がこうスッて取ってるようなクッていう立ち方、ね、で猫背はダメです。クッて反る。オペラ歌手の方には後ろにこう反れっていう、あと重心を後ろに持ってけとか言う人もいます。で、私はそこまでやると別のところに負荷がかかってしまって自然な発声にはならないと思っているので、まあ、それは私の感覚ですけどね。基本的には直立不動、スッてこう立つ、これが一番いいと思いますね。はい。で、胸をとにかくこうクッて張る。で、さっき話したその背中の話なんだけど、ここのところをこうクッとこう、まあ、寄せるような、こんなイメージね。ここまでこんな寄せろとは言わないけど、ちょっとこう寄せて胸をこうガッと開く。で、歌を歌う時に声っていうのは口から出ます。ですけどもスピーカーっていうのは基本的にこことかこの辺にあると思ってください。ここ全体がスピーカーです。これイメージの問題、実際にここから音は、まあ、出てると思います。共鳴して出てはいるんですけど、まあ、声っていうのは基本的に口から出てくるんだけど、でもイメージとしてはこことかマスケラ、まあ、顔ですね、顔からこう声が出てるような、そういうイメージでやっていくといいと思います。で、ここをガッと広げるためにしっかりと背筋を使って胸をこうグッとこう出す、こういうことね。ちょっとうまく映ってるかわからないけども、で、こういうふうにやる。で、こういうふうにやるときに必要になってくるのが広背筋。こういう懸垂とかしたことある方はわかると思うんですけど、懸垂をするときの筋肉で、あとは、こういうふうなおじいちゃん発声にならないために必要な、ここをスッて伸ばすための筋肉、ここに脊柱起立筋というのがあります。ここにスッて通ってる筋肉があるんですけど、まあ、そこの筋肉とかをこうクッとね、意識してクッと立てると、よりいいかなと思います。で、そのトレーニング方法について皆さんにお教えすることもまあできるんですけど、ちょっと今日は時間の関係で割愛してきますけどね。大事なのはしっかりと息を吸うということで、お腹で息をコントロールする、吐いて吸ってお腹でコントロールする、そして姿勢は胸を張っておじいちゃんみたいにならない、スッて立つということですね。はい、ご視聴ありがとうございました。またね、チャンネルよかったら見てみてください。登録してくださったら嬉しいです。どうもありがとうございました。